平野長安は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、旗本、静ヶ岳の七本槍の一人。平野氏は、官務兵士直放流を称した鎌倉幕府の執権、北条氏の子孫、北条氏所流横石のさらに分家であるとされる。終わり国会当軍津島の住人となり、中島軍平野村を欧領したことから尊命を生とした。だし長体の父、 平野長春は元は、船橋右京の神と名乗り、朝体の外祖父、平野一万久さし入道のむこようとなった人物で、長安氏自身は、父兄としての北条氏の血筋ではない。A62 年、朝体は、平野長春の三男として誕生した。通称を、県平、ら、イミナーはじめは、長勝と名乗った。天正7年、家人であった父同様に、 若くから橋は秀吉に仕えた。天正10年の本能寺の変の後、秀吉と柴田勝家が対立し、天正11年に静ヶ岳の戦いで決戦をした際に、福島正則、片桐勝元らと共に、格別の働きを行い一番槍の馬名を表したと称され、彼らは静ヶの七本槍と称岳の七本槍と称えられた。はこの功績によって、 河内国で三千国の治療を与えられた。天正十二年の小牧、長久手の戦いにおいて、4月9日に長久手で、橋場秀次が敗走した時にしかし長隊は敵に突進して支給をあげ、5月1日の二重、堀取りでの戦いでも奮闘した。文禄四年8月に二千国の火蔵となり、大和国十四軍田原本近隣七河村において、 慶応戦国の治業を与えられた。慶長三年三月十五日、十五位下、東東海守るに除任され、同時に豊臣政を下死された。慶長五年、徳川家康の合図聖伐に従軍し、そのまま関ヶ原の戦いでは東軍に属した。徳川秀忠に従って、中仙道隊に加わったが、秀忠隊は関ヶ原の本戦には間に合わなかったために、 超安氏も目立った手柄を立てることはできなかった。以後も秀忠に従い、慶長17年に二条城の御殿の不審に加わって、功を称された。慶長20年の大阪の陣では旧恩に報いるため、豊臣方に合流しようと奔走し、家康に直訴したが、許されずに、江戸留守居役を命じられた。以後は、江戸幕府の大見旗元として、秀忠の安在衆の一人に取り立てられて、 三大将軍、家光の代まで長寿を、全うした。寛永五年、死去。去年七十。子孫は、大臣旗元として、後代寄り合いとなり、江戸城での席も柳缶詰で大名に準じた。この長勝の代で長隊の血統は途切れ、徳川家綱の命により、家綱聖母の伊母帝長政が、養子入りした。その後も、養子を迎えつつ、 旗本平野家は九代続いて、領地移転もなく、明治まで存続し、明治新政府の工事騎士により、大名となって立藩し、河原本藩の藩主家となった。ありがとうございます。